中国の日本領海侵犯がニュースになる尖閣諸島に何が起きているのか、いつもより深掘りしてみようと思います。海上保安庁から発表がありました。内容は、7月2日から4日にかけて、マックスおよそ42時間、尖閣諸島周辺日本領海内に、3隻の中国海峡局の船舶が侵入したというものです。これは、今年に入って、通算で24度目になるとか。今回は、尖閣諸島周辺の日本の領海内に出漁していた民間漁船2隻を追いかけた中、国海警備局船舶3隻が漁を妨害しようと領海侵犯をしたと推測されています。中国は、こうした行動を常態化しているようです。中国海警備局のこうした尖閣諸島周辺海域での行動の多くが、4隻が1セットとして活動していたので、今回3隻で領海侵犯を行ったのは、どんな理由なのかも気になるという声もあります。海保によると、今年は、すでに、通算24度目の領海侵犯ということなので、月平均で、4回は、同様の事態が起きている計算になります。尖閣諸島周辺海域を管轄エリアとしているのは、沖縄本島に本部を構える第11管区海所保安本部ですが、引き続きこういった事態の警戒と監視を続けると表明しています。ここ最近、海上保安庁の活動といえば、このような尖閣諸島周海域での中国船舶との対峙のニュースを、日本国内の大手マスメディアでも取り上げることが多くなったようです。こういった報道によって、海保が、日本の領土防衛の最前線に置かれている感が強くなっていると言われます。そんな海上保安庁の歴史を振り返ってみましょう。その創設は、太平洋戦争の敗戦から3年後の1948年、昭和23年まで遡ります。アメリカにおいて、軍隊の一種であるアメリカ合衆国沿岸警備隊 US コーストガード、ユナイテッド・ステイツ、コースト・ガードを参考にして設置されました。現在、海上保安庁の英語名称はジャパン・コースト・ガード・ジャパン・コースト・ガード・日本国沿岸警備隊が定着していますが、以前からというわけではなく、2000年、平成12年まで同組織を管轄していた当時の運輸省が変更したからです。それまでの海上保安庁の英語名称は、ジャパンマリタイムセーフティーボード、ジャパンマリティメセーフティーボードか、ジャパンマリタイムセーフティーエージェンシー、ジャパンマリティメセーフティーエージェンシーとされていましたが、ジャパンコーストガードと改められたのです。その英語名称の変更の理由ですが、日本国民に海上保安庁の業務をわかりやすく理解してもらうために、ロゴやマークを含めて変更したと説明されています。世界的標準に合わせたのではないかという声もあるとか。さらに、2001年に海上保安庁管轄が、運輸省から国土交通省へ変更されたこともあって、以後の同組織の船舶等には、すべてジャパンコーストガードと表記されるようになりました。日本における海上保安庁のあり方については、法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されています。その第1条には、活動領域は、自国の領海、接続水域、排他的経済水域、及び、日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域とされているそうです。しかし、現在、実際の海上保安庁法第1条では、海上保安庁の活動範囲は、海上という非常にアバウトすぎる、広範囲すぎる文言が記述されているだけです。日本を取り巻く沿岸部のみに限定するのではなく、必要に応じて世界中で行動することが想定されているとみなしていいでしょう。ただし、海上保安庁が1948年に設立された時と、活動範囲の記述が変更された理由に、それ以後の情勢の変化がありました。具体的な例は、大型巡視船として1992年に就役した敷島です。当時は、世界最大規模とされた艦艇でした。この敷島に課せられた任務は、当時の日本の原子力発電施策を円滑に進める意図にも関わっていたのです。当時の日本は、
国内の原発で発生した使用済み核燃料の処置として、イギリスやフランスが運営する再処理工場に送り、プルトニウムと放射性廃棄物に分離してもらい、保管するという体制でした。つまり、日本では、原発稼働イコールプルトニウムと放射性廃棄物の増加という状態でした。プルトニウムを再度燃料として使用するプルサーマル方式発電を行うようになったのです。そのために、日本へプルトニウムを輸送しなければならなくなったのです。プルトニウムは核兵器の材料になる可能性がありますから、輸送には細心の注意を払い、かつ外敵から守る手段を講じることが必須になったのです。そこで、イギリスからのプルトニウムの輸送には、同国の貨物船に武装要員を同乗させました。フランスからの輸送には、日本のハレシン丸が従事しましたが、この船には、64式小銃を装備した海上保安官が同乗し、さらに、フランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられました。物が物とはいえ、仰々しいですね。こうした流れから、日本独自でプルトニウム輸送を護衛する船舶を用意することが検討されました。結果、海上保安庁がその任に当たることになったのです。保安上の理由から、ヨーロッパから日本までのおよそ2万海里を無寄港で航行できる船舶が求められました。その目的のため建造されたのが大型巡視船の関島だったのです。総トン数7175トン、全長150メートル。全幅 16.5 メートル、深さ 9.0 メートルのサイズは、前述の通り、収益時には世界最大の巡視船でした。機関部には、ディーゼルエンジン4機を搭載、最大速力25ノット、航続距離18ノットの巡航で必要な2万海里を確保でき、110名の乗組員と、別に30名の航空要員を収容、回転翼機2機を運用できました。兵装として、90口径 35mm 連装機銃を2機、20mm バルカン砲2機を搭載し、海上保安庁の巡視船としては、現在でも最重武装な巡視船といっても、誇張ではないレベルということです。こうして建造された巡視船関島は、収益年の1992年、平成4年11月、計画通り、フランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事しましたが、それ以後はプルトニウム輸送が中止されたので、通常の巡視船として運用されていました。特別任務が消滅したので、通常任務に戻ったということですね。この初代式島も、老朽化の進行が激しく2024年4月には退役しました。当初は、改修工事を行って収益年数を伸ばすことも検討されたのですが、結局、32年に及ぶ収益期間を終えたのです。こうした海保の巡視船が対峙しているのが中国海峡局です。同組織は、2018年に組織再編を行い、準軍事組織である武装警察に連なるものになっています。つまり、事実上の中国第二海軍というべき位置づけに変化しているのです。日本政府が尖閣諸島を国有化した2012年平成24年時点では保有する船舶総数は海保がおよそ50隻、中国海警備局がおよそ40隻だったので日本側がリードしていましたが今や完全に逆転されてしまっています。2024年時点では海上保安庁の保有船舶総数はおよそ70隻ですが中国海警備局の船舶総数は実に160隻に迫るぐらいまで増強されています。単純計算で、この12年間で4倍にも及んでいると見られるのです。ただし、日本にとって幸いなことがあります。中国は日本以外とも揉めているのです。尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海でも、複数の周辺国と圧力を強めているので、中国海峡局船舶すべてが日本に向かってくるわけではないということです。いずれにしても、中国が中国海峡局船舶数を含め、体制を強化しつつあることは事実だから、それに対処するためには、日本も海上保安庁の船舶数を増やすべきだ、人材をはじめ、多くのリソースの拡充に予算を増加すべきではないかという声も大きいようです。人材も限りがありますが、
国家予算にも限りがあるんですよね。それを忘れないでほしいものです。中国による領海侵犯はすでに常態化していると言えるでしょう。海上保安庁は尖閣諸島周辺でのこれらの活動を綿密に監視しており、事件が発生するたびに対応しています。しかし、中国船の行動パターンには変化が見られ、通常は4隻1組で行動しているところを、今回は3隻での活動が確認されており、その背景にはまだ明確な説明がなされていません。これらの事件は、尖閣諸島だけでなく、日本全体の安全保障にとって、重大な問題となっています。日本政府は、国際法を守るよう、中国に再三要求していますが、侵犯は繰り返されており、地域の安定と平和維持のためには、さらなる対策が求められている状況です。日本は、中国との緊張を避けつつも、領土と主権を守るために、断固たる姿勢を示す必要があります。